ルーズ、ラン号は、デンマーク高期ロマン派音楽の作曲家、オルガニスト。同時代のデンマークの大衆に対抗して、当時としては、求心的な作品を書いたこと、またカール・ニール川柳のモダニズムや、新古典主義音楽が、デンマーク楽団の主流となったことから、生前は理解されず、没後16年経って、ようやく認知されるに至った。作曲家で、 デンマーク宮廷音楽家のジークフリートランゴーとピアニストの妻、エマの長男として生まれる。父ジークフリートもピアニストであった。5歳の時母親からピアノの手ほどきを受け、後に父親の個人指導で音楽を収める。見る間に早熟な才能を伸ばし、7歳でショパンのマズルカやシューマンのダビット同名部曲集を弾くようになり、 ピアノやオルガンのための商品を作曲するようになる。10歳で、グスタフ・ヘルステズに正式にオルガンを、バイオリンをクリスチャン・ペテルセンに指示。11歳で、オルガニストとして、コペンハーゲンにデビューし、即興演奏を披露した。12歳で、CFE ・ホーネマント・ウィルヘルム・ルーセンベリに指示。この頃からより、本格的な作曲活動に着手。 13歳までに2つのピアノ曲と2つの歌曲が出版される。大宝を1ヶ月間、カール・ニールセンに支持した。翌年、合唱曲、凱旋するムーサたちがコッペンハーゲンで上演され、作曲家としてデビューを果たす。1908年から最初の公共曲、岩礁の牧歌に着手。1909年に一旦脱行した後、1911年に、 改訂版を完成させたが、デンマーク国内で理解が得られなかったため、両親とドイツに旅行に出た際、指揮者のアルトゥールに騎手や、マックス・フィードラーに会って、好評を求めて激励された。18歳のトキコペンハーゲンのフレデリク協会に、オルガニスト女子として報酬。翌年、フィードラー式ベルリンフィルハーモニー還元楽団により、公共局第1番、岩礁の牧歌が初演される。 1914年に父親が他界すると、1915年から1917年までコッペンハーゲンのガーニソン教会のオルガニスト女子を務め、1917年より市内の数々の教会にオルガニストとして志願するも果たせなかった。1922年にバルボリ・コンスタンツェ・オリビア・テテンスと出会い、母親の没した。 翌年の1926年に彼女と結婚する。ルーズ、ランゴーは30歳から貸金を交付されていたが、その作品と給食活動は初期間によって拒絶され、投資であった。リベ大聖堂に、教会オルガニストとして、定職を得たのは、ようやく46歳になってからであり、ランゴーはこの地で一生を終えた。ランゴーは、後期ロマン主義音楽の様式で作曲し、 一しく劇的で気分の大きな起伏がある。リヒャルト・アーグナーや、とりわけ、リヒャルト・シュトラウスに影響されていたことは疑問の余地なく、シュトラウスと同様に還元楽法の大家であった。大規模なオーケストラのためにたくさんの作品を作曲しており、16曲の公共曲のほかにいくつかの還元楽曲がある。割合有名な作品の一つに天体の音楽がある。 これは、大オーケストラとオルガンのための非常に複雑な、高強楽で、オーケストラとは遠くに、別の補助のオーケストラとソプラノ独唱が要求され、さらにピアノは鍵盤を弾くのではなく、弦を直接弾くように指示されている。その上、オーケストラには、トーンクラスターが用いられている。作曲年代は、第一次世界大戦中のことであるが、乱号の生前に、 これが演奏されたのは二度だけであり、再発見されるまで半世紀にわたって施造されていた。1960年代に再発見されると、作品の冒険的な様式について、かなりモダンであると認められた。1968年、ペアノア号にこの曲の楽譜を見せられたジェルジリゲティが、自分はランゴーの真似をしていたと語ったことは有名である。ラン号は、ドラマ感覚だけでなく、 得意な感覚からも作品名を長くした。公共局第4番は落ち葉、公共局第6番は天国教習公共局第13番は不信心、公共局第16番は溢れ出る日差しと、それぞれ名打たれている。個別の学賞に美容者的な名称が添えられた例として、公共局第14番朝の無線放送で流れるカルーと強制力や職場に急ぐ、 父親たちといった学賞名を挙げることができる。全部で400以上の作品のうち150曲以上が歌曲であり、その他にピアノ曲やオルガン曲のほか一つの境界オペラ、ハン・キリストがある。ピアノ曲では昆虫館。ランゴーは求心的な調整の拡張に公共曲第6番で挑んだものの、当時の聴衆に理解されなかったことから、 公共曲第12番以降はまた拡張のない調整音楽に戻している。近年談号の主要作品が録音されるようになり、ダナコードレーベルからすべての公共曲とハンキリスト、ピアノ競奏曲が CD で発表されており、この他に高カポレーベルから公共曲全曲及び室内楽声楽曲、シャンドスレーベルから公共曲第1番と週末の時、 天体の音楽が反布されている。ありがとうございます。